千葉県が発注した排水路の整備工事をめる官製談合事件で、千葉地方検察庁は、札予定価格などを業者に事前に漏らしたして、県の土木事務所の前の所長を官製公募司法違反の罪で起訴しました。た、れたのは、千葉県松戸市にある県の東、土木事務所の前の所長、佐藤正弘被告、8、と松戸市の建設会社、岡本組の、取締役、高松英判被告、74、です。た、上によりますと、佐藤前所長は、県、発した排水路の整備工事の入札予定値や、社の技術評価点などを、去年6月か、